役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は村人です。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。村人ジェネです。そうっすね、まあ一番手なんで、やっぱり村は村らしくっていうのがよく言うことで、なんでしょう、人外ってやっぱりこう難癖つけたり、無理に城に行くのにしたり、ね、捏造したりっていうふうにせざるを得ない立場だと思うんで、村が一緒になってそれやっちゃうと、意味がない、良くないと思う、負けちゃうと思うんですよね。だからやっぱ村はなるべく落ち度を作らないように、村らしくあれば俺は勝てると思うんで、やっぱり発言には気をつけた方がいいと思います、自分も含めてね。はい、でなので、まあ怪しい怪しくないとか議論をするときは必ず理由を添えてね、理由を添えて、色を、まあ、落としていきましょうとっていうのはいつもよく言ってることです。はい、まあ楽しくね、頑張って勝ちましょう。5番のプレイヤーが発言します。お願いします。4番さんは村は村らしく、落ち度を作らずに、まあ、理由を添えて発言しなさいというところで、まあ、4番さんの発言はおかしなところはなかったと思ってますね。まあ、2周目1かなとは思ってますけどね。まあ、無理に白塗り黒塗り布団に叩いたりするなというところですよね。村は村らしく、4番さんの意見には賛成です。まあ、付け加えるのであれば、まあ、落ち度を作らずという意味でもね、しっかり発言を聞いてほしいなと思ってますね。前、無理に白塗り黒塗りしてるかどうかっていうのをしっかり発言聞いていないと把握できないからね。だから4番さんの発言に付け加えるのであれば、村の皆さんはしっかり発言を聞いてほしいなと思ってます。4番さんは2周目1です。以上。6番のプレイヤーが発言します。5番さんにですね、4番さんも、まあ、2周目かな。はい、占い師です。6番が、9に白出てます。9に白、把握お願いします。まあ、4番さん、5番さんでは色落ちしないと思う。この7番さんから3番さんまで、6をどう見てるか、真か、偽か、そういう発言だけでも、まあ、ちょっと無理やりでもいいから、残してほしいかなっていうふうに思いますね。で、まあ、ちょっとそれだけでは様子落ちないと思うので、まあ、騎士に触れると、騎士は、あ、ごめんなさい、霊能は、まあ、潜伏しても出てきてもいいと思います。で、騎士については、基本的に潜伏してください。破綻しないんで。ただ、釣られ位置になった場合のみ出てきてください。で、二部長部出たらね、村、相当有利になると思っているので、その辺、よろしくお願いします。7番。のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。6番さんに関しては2戦目結構高いかなって。4号に関して初順でいきなりいいねっていう風な発言残してたけど、4に関しては4号ともにだけど、まあ、進行論で全く色落ちなかったと。4は要は落ち度を作らない、理由が大切。それにその進行論にプラスアルファ発言を聞くこと、これってよく聞く発言だから、それに対して6番視点が4号に関していい要素って何一つ俺はなかったと思うけど、あくまでそれが進行論だから、4号は2周目っていう形になるか正当な判断だと思ってるから、6は2周目結構高いと思っています。まあ、現状として、なんだろうな、まあ、4号に関しても2周目だし、6が偽っぽいなっていうぐらいしかないですかね。8番のプレイヤーが発言します。8番占い師です。5番三四郎、5番三四郎持ってます。はい、お願いします。まあ、6番老家庭に置いた場合ってあんまり7はつながりえないかなと思ってます。7番って6番が偽っぽいって言って6、7老やった場合って、そこはあんまりね、その優れ方せんと思ってるんですね。6老家庭の場合7はないかなと思ってる。
はい。まあ、4番さんに主命やと思ってて、7番さんの6の元気はええと思ってるんで、僕、あんまり7も黒くも覚えてないんで、だから候補にロー行ってるんかなと思ってるぐらいです。はい。6番が9白打ってる状態で、6で、相方4号似てるんかどうかわかんないけど、現状7はないかなって弾けるかなと思ってるぐらい。はい。まあ4番5番から3、あ、4番から3体で変な要素は拾えてないんで。9番のプレイヤーが発言します。はい、よろしくお願いします。村人陣営でした。まあ僕も7番さんと同意で、6番さんはちょっと偽っぽいと思ったかな。それはまあ4号いいねって言ってるところが、まあ7番さんが言ってる通りはね、まああくまでも2周目で5番さんがいいねっていう点だったら、4号ともにそこまで狼っぽくないっていう考察になると思ったから、6番さんが4号いいねって言って、で、まあこれはまあ雑だけど、まあ6番は9番しろみたいな、9番しろって言ってるのがちょっと気になったかな。はい。まあ8番3視点は7番さんがまあ考察でいいと思ったから、いいとは言ってるが、まあ7番さんはいい考察したとは僕も思ったが、まあ6ナーローローが否定はちょっとまだ早いかなと思ったかな。別にライン切ってる場合もあると思うし、と思ったぐらいかな。はい、以上です。1番のプレイヤーが発言します。うーん、まあ、6、7、ロー、ロー、見えないから、9番さんが6、7、ロー、ロー合わせて7番さん初日釣りに持ってきたいんかなと思うから、6、9あるんかなって思うから、ちょっと9番さんが一番怪しいかな。ただね、俺5番さんもなんかフィーリングで白くないなと思ったよね。少しなんかたどたどしい喋り方してたんで、なんか違和感を持ってたんだよね。まあ、ちょっと9番さんが6、7おったり精査が合わないから、まあ本戦は6、9かなとは思うけどね。まあけど自分3周目に出たら多分3周目の占い師多分死んでみるかな。ちょっと1周目から出る必要あんまり感じないから。2番のプレイヤーが発言します。まあ、1番さんが 3C を、見るっていうのは謎なんですけど、6番さんと8番さんの心理だったら、明らかに6番さんの方が、まあ、悪いかなと思ってるんですよね。まあ、言葉の選び方なんですけど、6が9に白出てるって普通言わないなと思ってるし、もう一つは霊能潜伏しても良いって言ったでしょう。そうした場合、4番と5番をすでにいいっていう評価をしてて、9白を持ってるたら789123の中から探さないといけないですよ。そして霊能潜伏しても良い騎士が釣られちったら全然つまらないと思ってるんですよね。6の視点っていうところが偽要素だと思ってるんですよね。で、純粋に8番さんとか1番さんが言ったように6、7では見えなかったですね。だから、9の言及は変だったと思ってる。以上。3番のプレイヤーが発言します。9番のおかしいところ、俺が思うにさ、9番視点で6番の5番が村っぽいよねっていうのは分かると。ただ7番の主張で、いやいや、2周目1になるでしょ、6番目線だったら。だから6番って偽っぽくないって言ってるのってすごい矛盾してるんだけど、7番の主張も述べるんでしょ。なんだか俺9番はそうやって単体で臭いなと思う。そんな感じかな。で、1番に関しては 3C 目があったら、それを信んでみるっていうけれども、例えばじゃあ1周目で出る必要がないよねって言って、じゃあこの後、じゃあもし万が一 3C になって、2、3から出た場合ってどうなんだろうなって思ったりしたぐらいかな。で、まあ4号は2周目。で、7番に関しては結構ちょっと悪意的かなって。ただ単純に印象がいいだけであって、村っぽいよねっていうまでは6番落としてないから、だからね、ちょっと6番に当てる精査は7番。4番のプレイヤーが発言します。はい、盤面固定したいんですけど、どうなんでしょう？ 5 秒出るのかな？ 95 で。うわ、ややこしいな、もう。待って。7が3白？
6番さんがレースラ。5番さんが1白。はい。ややこしい。ちょっと待って。まあ、6番さんは、例の一角したの、したんだ。5番さんが、その例のすらとほぼ同時に出たよね。ってなると、まあ、でも3、4目か。進路1か。いやー。わかんない。正直。なんだろうなぁ。あ、違う違う。3しようじゃん。8番さん、占い師でしょ？ 8、7、5でしょ？じゃあ3しようなんで、まあ、偽っぽいところから釣っていくと。7番さん、3しろ出た。だから最後に出たのが、7番さんか。だから7番さんが進路1だ。そうね。ちょっとわかんない。ちょっと盤面ごちゃごちゃ。まあ、5、7、8を、話を聞いて、一番偽っぽいなところを俺は問うよ。5番のプレイヤーが発言します。お願いします。はい、自分1番白ですね。まあ、対抗7番、8番、7が3白、8が5白ね。7番が3白出してる視点、ちょっと雑かもしれないけど、自分3番さんの発言ちょっと引っかかったんだよね。3番さんが1番さんへの指摘。3仕様出たらうんちゃらかんちゃらで、3番が1番叩いていたけども、ちょっと叩き方としては雑だなと思った。2番3番が出たらどうなのと。で、6番に対して擁護してる視点も、3番が怪しいなと思っていたんだけど、7が3番白出してるからね。まあ、7番が狂人で、8番が狼なのかなと、今の時点では思ってる。ただそんなに真偽の差はついていないですね。7番の占いとしての発言も聞いていないから。8番狼塾で考えたとき、どうなんだろうな。今の4番さんの発言はちょっと引っかかったけど、まあ、初手の位置っていうところもね、まあ、ある程度は考慮しないといけないのかなと思ってるけど、難しいなと思ってるな。8四ローローもあると思ってるし、これどうしよう。8二もあるのかな。6番叩いているからね。9番、2番についてはね。だからラインはちょっと難しいなとは思っている。今のところはね。ただ8番が狼だから、8番狼、7番狂人だと思っているから、自分は8番行きたいと思ってる。以上です。6番のプレイヤーが発言します。はい、霊能で占いに出てました。まあ、霊能すらした理由は、霊能か占いが一画すればいいのかなと思ってたけど、占い三使用盤面っていうことで、まあ、今日は、5、7、8の欄でいきましょう。まあそうだな。まあ、盤面的には5番さんが一番芯あるかなっていうふうには思ってるけど、ただ、7番さんがその6偽で見たっていうのも、まあ、7番さんが占い持ってるからこそ出た発言だと思ってるから、まあ、新目ある順で言えば俺5、7、8だと思ってるから、まあ、俺も8番さんからでいいんじゃないかなっていうふうに思ってるかな。で、誰だったっけな？ 9 番さんだったかな？まあ、その9番さんが6、7の黒を負わせんのおかしいみたいなことを確か1番さん言ってたような気がするけど、ただね、9目線で6、7、ローはね、あってもおかしくはないと思ってるんよ。結構7番の6叩きって雑だったと思ってるよ、俺は。6って、4番、あ、いや、5、4、5いいねっつって、まあ、それしか言ってないんだよ。だから結構、それだけで6を、あ、でもそっか、7番が占い持ってるからこそか。ちょっとごめんなさい。その辺で、グレーがわからないね。グレーがね、ただ9番さんがラインが見えないから、俺9番さん弾いていいんじゃないかなって思ってるから、相方1、2、3のどこか。7番のプレイヤーが発言します。5番さん視点が
まあ、俺新占い師だから5番さん目線が安直に8番さんに行くっていう風な言葉を残せるのは俺目線としては結構5番さんが色を見えてる、あと白が絶対落ちるっていうのが分かってる段階の人狼の可能性高いなと思ってるんだけど、8視点の初旬の段階での発言っていうのは6、7がないっていうことをだけに後方に人外がいるんじゃないかっていう安直な発言残してるわけよ。ってなってくると8目線の相方がグレーの後半にいる場合に関してはそこに視点向かせるような発言して相方を首絞めるような行動を取るわけよね、8人狼戦の場合に関しては。ってなってくると8番さんが人狼だった場合に関しては84の可能性が大いにあると。ただ5番さんのさっきの発言を聞くと俺自身は5に行きたい。ただ6目線がもう合心置きっていう目線で今の段階で持ってるんだったら俺も8行くよ。明日もしっかり俺としても仕事したいから。その上で8番さんが黒出た場合に関しては4っていうのは着目点を置かなくちゃいけない場所なのかなっていうふうには思ってます。4視点としてはちょっと盤面の話もあるかもしれないけど、やっぱり精査がちょっと多少追いついてなかった。まあ生かし方ないと思うけどね、あれだけのスラがあったら。だからその面でも4番さんには色が見えない状況だから4番さんに関しては結構気になる位置でもあるかなと。ただもう一点逆の精査として8番さんが後方に陣がいるっていう風な発言の時に誰も密を向けないのは何だっていうのは、8番のプレイヤーが発言します。はい、まあ現状5強7ローかなと思ってる。まあ6番さんにはちゃんと聞いてほしいんやけど、5番さんの発言って聞いた？3番に対して引っかかりを持ったっていうんやろ。ほんなら7、7、3とかって追うべきやん、こうって。それも追わずして5番さんのシーンを終えるんかなと思ってるんやけど、6番目線ね、マジで言ってるのかなと思った。なんで走り柄なのかなと思った。だから5番が一番偽臭い、村目線偽臭いと思うから5強7ローが接着かなと思ってます。はい、7番目線も8が何候補におるんちゃうかなって言ったら、候補に首絞めてるからっていうんやったら多分7のね相方候補にいてると思うんですよ。まあ、キューブの発言も変やったけどな。はい、以上。9番のプレイヤーが発言します。まあ、今の8番は、8番偽かな、偽よね、多分ね。8番3目線5強確定で7ローでしょう。あ、は、うん。8強。8強。まあでも、まあ8番3は偽、8からでいいか。力でいいと思ってる。まあ理由は5強7ロー、そこの視点が全く抜けてるところかな。5な、ちょっと分かんなくなったな。まあとりあえず8番偽切れると思うから8番さん投票でいいと思ってて、7番さん目線、僕は印象良くなるっていうのがちょっと分かんなかったかな。というか7番さん目線6が、偽だったわけでしょ。で僕は8神で6が偽って言ってるから、7番さん目線僕がそんなに白くなるとは思わなかったしと思ったかな。あ、ちなみに6七ロールを8番さんが神だと思ったから6七を否定するのは早すぎる、早計だよって言っただけで別に6七ロールは追ってません。だから正直1、2、3、特に2、3が乗っかったあたりが違和感だけど、4番さんもあまり考察残してないから現状分かってない。オオカミは以上です。1番のプレイヤーが発言します。難しいねこれ。まあとりあえず8番さんつって、8番さんが白だった時は、あ、黒か、8番さんがオオカミの時はもう9のローは追わなくていいんじゃない。その理由って6が9白打ってさ、8、9ローローだった時、5が新占い師で潜伏した時めっちゃ盤面きついから、
多分、8、9ローロはないから、とりあえず8番さんの色味はいいと思う。白出るか黒出るかで判断して、まあ俺があんまり言わない方が良かったかな。3周目出たら新目で見るって言ったから、5と7って出た可能性はあるからね。ちょっと5番さんの1白打ちがちょっと臭いんだよね。3周目に出たら新目で見るって言ったから俺に白打った可能性もあるし、5番さんやっぱ1周目ちょっとね、なんかフィーリングで黒かったから、8が強靭で、俺と同じ視点で8強靭で5が主人と思って囲った可能性も俺あると思うから、やっぱ8釣りでいいと思う。あんまり俺もね、3番さん白くなかったんだよね。3番さんなんか1にいろいろ言ってたけど、俺9殴っ、3番さんも9怪しんでる視点なら、俺ってあんまり疑い値じゃないんじゃない？ 3 番さん。2番のプレイヤーが発言します。どうすね、8番さんのあの発言に芯はないと思ってるけど、露骨にこんな失言を何回も繰り返すかなと思ってるんですよ。8番目線5番が強靭で7が狼なんでしょ。だけど8番線は何て言ったのかな、現状5が強靭で7狼、現状5が強靭でって当たり前のこと言ってるんですよね。だから純粋に釣られに来てるのかなとも思ったんですよ。全然芯は追ってないです、ごめんだけどね。で、7番釣ってもいいかなと思ってるんですよ。7番さんって6番さんって明らかに、占いで見えてないってところはみんな発言してるじゃないですか。だから6番が占いで CEO した以上、まあ先得決め込んだっていうのはあるけど、7番さんって原文を取ると6は偽目が高いって言ったんですよ。6は偽ですじゃなくて。だから7番さんって6番の動きに合わせて自由に動けるようにした狼かなと思ってるんですよね。だから7が狼で 3CO で、シーンを勝ち取りに来た。5番さんの CO のタイミングって早かったんですよ。飛び出してるから強靭ではありえないと思ってるんですよね。盤面を見てないで出てるって思ってるんで、盤面コストだけでは5が芯に見える、8番が強靭に見えるんですよ、発言のところから。だから黒が7番にしか見えないし、7番の黒軸はってところで今グレーのところで引っ張ってるんですけど、4番さんが発言が見えなかったんでわからないし、9番は安直に8に行こうって言った人物なんですよ。俺は7釣ります、情報釣りも兼ねて。3番のプレイヤーが発言します。あれ喋ってる。これサンツラント PP やな。これサンツリやな。全プレイヤーの発言が終了です。そう簡単に結論を急ぐな。サンツランと勝てん PP やシーンつった君を担当か。
番。8番のプレイヤーが発言します。はい、974ね。まあ2番さんの言ってる俺に対する要素ってめっちゃ難癖やで。俺出現って言ってるけど、現状5番強靭7番ローに見えてるって言っただけで何が出現なんかなと思って。おしんやこれ。まあ2番さんは7ローやと思って7言ってくれるやろ。まあそれでいいわってぐらい。はい、俺にどう言ってるのが974974ね。9番、7番、4番か。9番に関しては何なん？なんで俺なん？偽要素あげろよ、俺の。4番もそう。5番強靭7ローやと思ってますって僕は要素述べたよね。なんか、おかしいとこあったかな？はい。まあ今日は7言ってください。以上です。7番のプレイヤーが発言します。正直自分の神経はしてほしいなって。もう8番さんも偽確定してるわけでしょ。5番さん強靭って俺人狼っていう目線を持ってるわけなんだから、自身で思っているとか5白の7黒だっていうことに対して静寂だって発言も確定偽なんだから8番さん言って。2番さんの叩きってめっちゃ不当だと思うけど、じゃあ俺があの段階で6番さんが占い師用をしてるっていう風な状況で、俺は 3C 用させようと思ってるわけだから、 3C 用させたいっていう人もいたっていうのもわかるでしょ。その上で、その上で6番さんに関して偽ですって確定させたら、もう潜伏してる意味が全くないじゃん。それとも2番さんは何、俺がそもそも対抗で出てくるんだったらもうその時点で初旬で出なかったらその人偽って決め打つ人なんですか。あくまであの段階では6番さんの偽要素を上げて可能性が高いっていう発言をしないと結局10分の時になくなる。かっかっかっ、パチッて。全プレイヤーの発言が終了しました。その疑いにはどんな根拠が。3番起きてるやん。追放されるプレイヤーは8番、8番の遺言を発表してください。はい、まあ釣られたんですが、ね、7番って何言ってたん？ 8 番って破綻してるって言ってた？何が破綻してるって思ったやろうな。めっちゃ分からんねんけど。いや、7ロー5強で、グレーに1ローやと思ってるんで、なんやろなぁ。2番がローやった場合って、別に8くらいええんすよ。8の方が偽やって言ってるねんから。だから3級どっちかやと思ってて、まあ1番はわからんけど、1番もないかなぁと思ってる。あれやったら9番かなぁって僕は思うけど。はい。まあそれぐらいですね。はい。夜が更けました。人狼に気をつけてください。これわからんな。もう八神切りでグレー詰めてもいい気すんな。くなりました。9番のプレイヤーが発言します。あ、2白8黒2番さんが8よりも7を釣りたいって、言った場面で、8が、とりあえず8番さんは芯切れるから、7の芯もあったにもかかわらず、2番さんって7に行ったのはおかしいと思ったけど、ただ、ここで8番さん黒を見せた場合って、2番さんって HP 少なくなるから、あんまり2番さん
上地では狼っぽくないと思っているかな。うーん、5番さんは昨日ね3投票まあわかるけど、5番さんって絶対に釣られてはいけないのにもかかわらず3投票、まあ、接続切れだからっていう理由はまあわからんでもないけど、絶対に対抗に投票するべきだったと思うから、5番さんも芯がないと思ってて7芯かなって正直思ってるかな。まあ、5番さんの発言は聞く。うん、ちょっとその他はグレー更新はないが、神一的に2番さんはそこまで狼の神ではないと思ってるかな。1番さんは8黒だった時は9を白置きするって言ってるから、3、4に1人狼かなって正直思ってるかな。1番さん9を弾いたらちょっと戦えなくなりそうと思った。1番のプレーを発言します。ダメ、いやー俺これどうだろう、5死んでいいんじゃないんかな。5で死、5は死んでいいと思うけどな俺。5が強靭であそこ出るかな。しかも5が強靭で俺に白打たんと思うけどね。やっぱ7の方が興味じゃない。やっぱ3番さんってちょっと一瞬目違和感あったから、囲いに行ったように俺見えるから。今日3、4ランでいいんじゃないかな。まあ3、4発言聞いて、どっちも9はないやろ。さすがに6が9しろって、8が5しろの時ってやばいよね。5が占い師だった時、潜伏した時。さすがにリスクあるから8、9はないし、9弾いて、まあ、5の方が新目だから5にしろやろ。まあ3、4ランでいいんじゃない？ 3、4釣り切りで勝てると思う。さあ、どっち、まあ、まあちょっと発言聞いて決めよう。2番のプレイヤーが発言します。そうですね。1番さんは絶対に俺はもう釣らないで角村だと思ってるんですよ。必要性的に3人が進路を強だと思ってるんですよね。一番が、狼で、3に行く必要性は 100% ないと思ってるんですよね。普通に、8黒が見えたんで、進行上3を釣ります、ここは。これ、多分どうしようもないと思ってるんですよ。3が帰ってきたら別ですよ。だけど、3が帰ってこないって踏んでるんで、3を釣って、5の占い結果、または5が噛まれるかで考察をしようかなと思ってるんですよね。その場合9番さんは8に行きますよって言ったんで、あんまり見えないんですけど、釣り切り前提で考えてるんでライン切りも考えてるんですよ。で4番さんは、前日のところで盤面が激しく動いたんで、考察が全然できなかったのは仕方がないけど、9の占いの真偽ってところをちゃんと聞きたいなと思ってますよね。現状か自分5が真だと思ってるんですよ。5番さんがその強靭とかで8番が黒でしょ。8番が黒で5番が強靭で飛び出すメリットって少ないと思ってるんですよ。もうちょっと盤面見てから様子見て状況を見て飛び出す、出てくるんだったらわかるけどって思ってるんですよね。まあそれだけの理由なんですけどね。単釣ります。3番のプレイヤーが発言します。まず最初に聞こえてるかな、これ。それだけのチャットぐらいを許してくれるとありがたいんだけど、聞こえてる前提で話すと、俺まあ昨日接続切れたのは申し訳ないなって思ってるんだけど、で最終的に俺2回目の決戦投票で7番投票してるんだよね。で8番がどうしても強靭に見えたことから、まあ、2周目の段階で。
8番が強靭に見えたから黒狙うんだったら7番かなと思って俺は7番投票しました。で1番さんから言われてる、1のこと叩いた叩いたって言ってるけれども、ただ1番さんの原文の中で1周目から出てきた意味がないと思うんだよね。だから3周目をシーンで見るよね、見るんだっていうあなたの発言からして、じゃあその後半位置に出て1周目から出てきたら状況として順番が違うだけで一緒じゃない、うん、だったらそういう時はどういう目線で見てるのかなっていう質問を投げかけたのを、俺いつの間にか叩いてるってなってるわけだ、うん。で、9番さんが露骨に、3、4に視点を持ってってることから、俺結構9番さん怪しいんじゃないかなと思ってるけどね、正直。で、9番さんの1周目の段階以下で、俺、間違いなく聞いたのが、76はワンチャンあるんじゃないかなって。だから76がないっていうのは総計だよって、じゃああるの、あるって言ってるのって何が違うのかなって俺はすごい思ったんだけど。だから結構9番をグレーの中で怪しいと思うけど。うん。っていうぐらいかな。まあちょっと接続切れてしまったことに関して申し訳ない。2週目に話そうと思ってたことが今回になっちゃったから。うん。結局2日目で喋ってるから。で、まあこれに対して接続切れたから接続切りだよって言うんだったら、もうそれはしょうがないことだから受け入れます。接続切れてなかったよね。はい、お願いします。まあ、制裁釣りよりは、5番釣りでいいかなと思って、占い全部釣り切って、で、まあ、最後グレーでやり合うっていうしかないと思いますよ。はい。グレー詰めれるやん。まあ、8を釣って、7を噛まれてるっていうことからも、まあ、5は釣っといた方が安定かなと思いますけどね。ああ、4だ。うん、何これ、どのシーンってあるじゃん。どうなんだろうな。一番さんがその5がシーンっていう理由が結構、うん、なんか無理くりすぎるなと思いましたよ。だから5を釣りたくないっていう感じは見えたけどね。まあからさますぎるな、それだと。まさまさはね、その半手ずぎれてったらもうしょうがないけれど、はい、5番のプレイヤーが発言します。お願いします。まあ、自分は3番さんに、ね、最初の投票は3番さんに入れた。もうそれは3番さんが接続だったからね。もう3番さんが帰ってこないのであれば、もう3番さん釣るしかないかなと思ったから、だから3番さんに投票しました。まあ、自分は8番さん狼で追っていたからね、2回目の投票は8番さんに投票しています。で、8番オオカミ塾で考えたとき、2番さんが、8から7に投票をずらそうとしていたように聞こえたから、自分は8番さんオオカミ塾で追ってたからね、2番さんが怪しいなと思って、2番さんがなったら2番さん白でした。どうなんだろうな。だから1番2番が白だから、自分目線は8番の相方は9番か3番か4番にいるんだけど、まあ、3番は7番投票してるし、4番も最初の投票を7番に投票してるんだよね。で、9番、8、9ロールはね、確かに見えづらいなとは思ってるんだよね。6が9白出して、6がスラしてるからね。だから8、3か8、4かなと思ってるんだけどね。自分目線は。そこはちょっとまだわからない。4番さんも今安直に、5番を釣りに行こうとしているところも気になっているし、3番さんも7番投票してるし、ね、ちょっと難しい。まあ次占えば分かるから、まあ自分決め打ちしてほしいなと思ってますね。どっち入れようかな。3回分どっちかに入れます。6番のプレイヤーが発言します。まあ今日は霊能権限で3、4ランでいいんじゃないですか。3、4ラン自分もね、7番さん2世で、そう、決め打てる要素。ごめんなさい。じゃあ3番さんから行って、終わんなかったら、とりあえず5番さん行きます？7番さんは、そう、確かに2番さんが言ってた通り、なんか2世で決め打つっていうよりは、なんか2世っぽいみたいな発言をしてたような気がするんよね。で、7紙でしょ？ 7 噛んだのって5を釣らせるための紙だと思うんだよ。だって少なからず8だけじゃなくて7にも視点は向いてたはずだから、そうなってくるとグレーは難しいけど、ただね、9番さんは盤面的に白しかないと思うよ。だって、
6が9に白打って、その、うん。で、出てきてないわけやから。で、あ、そう、6が9に白打って、うん。いるから。で、1番さんも発言的には白いでしょう。で、実は2番さんの7番指摘が、俺目線はね、結構、村じゃないかなと思ったから 3で終わりそうな気はするけど、ただワンチャン新郎楼もあるっちゃあるから、まあ、ちょっと4番さんがそう5番さんに行こうとしたらちょっと臭いなとか思ったけど、キシなのかな、どうしよっか。とりあえず3行きましょう。全プレイヤーの発言が終了しました。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは3番の遺言を発表してください。うん、まあ、例のにちょっとクレームを入れるんだけど、3、4の欄が当てて4番が騎士使用したよね。で、騎士使用した段階下で、じゃあ少なからず、じゃあ3番しか浮き位置がありませんでした。だったら逆に縄が届かないところを狙った方がいいんじゃない？じゃあそれとも7の芯を切ったのかな？うん。だってな、7から白出てんだよ、3番って。じゃあ、あなたたち目線、強牢で落ちてるってこと？で、5番進行してるってこと？だったら、1番と9番が浮き位置でなんか村っぽい評価を受けてるけれども、正直じゃあ1番の村要素ってどこにあったって。で、盤面的に9番が白っていうのも俺には理解ができなかった。だったら9、1の欄にしといた方が良かったんじゃない？で、あとで5番が俺のこと占えば、少なからず白白、黒、黒からじゃなくて隠し色になるわけだ、3番って。うん、そういう信仰を唱えられない例のはもうちょっといかがなものかなと思うけど、ただ申し訳ないのが、俺も接続切れた以上何とも言えないなっていうぐらい。で、じゃあ少なからず3番釣ろうと思ったんだよね、5番の主張の中で。5番の主張の中で3番釣ろうと思って接続切れてた。で、帰ってきてるのは知ってたか知らないかわからないけど、少なからず色味をしたいんじゃないかなって思ったけど。うん。まあいいや。まあそんな感じかな。俺だったら、9-1 の欄にして3を占えばいい話だと思うけど。うん。5番に占わせるだ、だいぶいいんじゃないかなと思いました。以上です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。これ、どうしよう、2と9。昨夜は1名の方が亡くなりました。4、5番のプレイヤーが発言します。いや、3番で終わると思ったんだけど、まさかの9番黒でしたね。8、9ローロ7強です。まあ、正直あんまり9番さん追っていなかったんで、3番で終わると思ってたんだ。9番の8、9ローローでしたね。6が9白出してるから、まあ、8番が出てくる必要性ないなという視点で追っていたんだけどね。まあ、あえて9番さんの黒要素を言うのであれば、やっぱり初週の発言で、ね、8番さんかばっていたような視点を残していたところだったのかなと、今となっては思ってますね。まあ、7番さんに、7番が6番を叩き、その7番さんに対し、まあ、同意をしていたところ、まあ、6、7ローロー見えないって言っていたのは、まあ、色が見えていたのかなと、今となっては思ってますね。だから今日必ず9番さん釣ってください。今日9番さん釣れば終わります。8、9ローロー7強です。以上です。6番のプレイヤーが発言します。いや、3番さんはちょっと申し訳なかった。
ただ9黒か。いや、ちょっと盤面の話だとやっぱ9ローに見えないんだよな。ただ、5番さんも盤面で芯決め打っちゃってるところがあるんよ。だから、どっちを信じるかだよな。5番さんって、でもそっか、5番さんも白もらって出てきてるし、9番も6から白もらって、で8が出てきてるわけだから、まあ、どうだろうな。9番さんの発言も聞きたいけど、ただ5番さんを芯で決め打った進行した以上は、やっぱ9に行かなきゃいけないのかなとは思ってる。ただ、進路だったら、まあ、4番さんが棋士で出ちゃってるから、どうでも黒を打てると思うんだよな。進路あるかな。8番さんが進取れないと思って、1番さんが、その2周目で出てきた占い進で見るって言ったところから、5番さんが進を取りに来た狼っていう目線は、まあ、若干追ってる。ただ9番さんの発言聞いて5級どっちか行きたい。ちょっと自分が言うと多分そっちに集まっちゃうんで、1番さん2番さんどう思いますか？9番のプレイヤーが発言します。ああ、6番さんは5進進行で3釣りだったの？じゃあ俺釣ったら負けだから、とりあえず5番さん強靭だと思ってるけど、5番さん進路路はまあ基本的に8が5を白って7を殺して黒見せようっていう進路路は成り立たないでしょ、8ローの時は。と思ってるから、5強靭だと思ってるけど。まあ正直1、2だったら2番さんの方が狼っぽいかなと思ってるけど、まだ真偽はわからないと思ってる。1番さんに関しては9を弾くっていう発言で、5進進行って言ってるところが、あまり5強靭1ローで囲われてる場合の考察で、1がそれをやってるとしたら、5偽が分かった時って1番さんが黒くなるから、初中からそれを言い続けてるから、1番さんは、僕視点は2番さんの方が狼っぽいと思ったかな。2番さんは囲われた状態で1番さんが5番さんを進進行で行くって3、4をローラーしたら終わりって言ってるのに乗っかった人物だから。ていうか、そもそもおかしいのが、俺は1番さんか2番さんに棋士がいると思ってて、だから3、4釣り切るって発言を残したのかなと思ったけど、4番さんが棋士だったら、1と2が言ってることはちょっとおかしいと思わないと思ってるし、まあ別に6、基本的には僕は2番さんかなと思ってる。はい、以上です。1番のプレイヤーが発言します。まず、2番さん柱できるなら柱チャットしてほしいけどな。2番さん目線5の芯追ってるなら柱できると思うから、できない。できないんだったらもう、ちょっと、916で2に入れない？でも、2って終わらなかった時も5進軸でいけるから、9番って俺怪しんでないよね。2番も昨日1白浮きしてたから、多分2番も9のローなら俺2柱できると思う。2番の黒要素ってやっぱり8釣りの流れを7に変えてんだよね。だから28あるから、俺5、狼ないと思うんだよね。進か、強靭のどっちかだと思うから。だから俺2釣ってもいいと思うんだよね。2進で、2釣って終わらなくても5が進なら9ローだ。ただ5強の9ローだったら負けなんだけど。まあ、俺2に入れようかなと思う。2柱できないみたいだし。2番のプレイヤーが発言します。柱が嫌いだからしないだけで、1番が柱して自分で落ちたらいいと思ってるんですよ。1番さん柱してください。で、2、5、9で1を釣って、俺が9と5の精査しますから。
っていうことを言ってるんですよ、1番さん。1番さん、柱お願いします。現状か、8番、5番の進道路をもう追ってるんですよね。8番さんがもしかして、わざと出現チックな現状5強、7ローで見えるっていう視点を落として、自分が、黒で真っ先に落ちて、グレー詰めで、クロスとか、クロスとかけようとしたと思ってるんで、進道路を持ってるし、その場合は強靭わかんないですよ。か、9番さんが壮絶なライン切りをしたかと思ってるんですよね。当然1番さんの狼も追ってるけど、1番さんが今のあんまり黒で追ってないんですよね。っていうのが、進行上、ムラリのある進行を取ってるんですよ。これがもし円ポジで、3番がいない状況だったら騎士で出て、もし騎士だったらね、ご礼申し訳ないけど詰めてっていうことはモラリがある行動をしたと思ってるんで、現状か1は弾いてるんですけど、1番さん柱してもらえますか。1番柱でするから、で俺が5の9と精査するからって思ってるんですよ。現状か5を釣ります。5で終わらなかったら自主点9に行こうと思ってます。はい。柱しない理由は、柱が嫌いだから。ここに行くよ。全プレイヤーの発言がした。その疑いにどんな根拠が。に行くわ。2番のプレイヤーが発言します。ほぼほぼラスール9だと思ってるんで、5番は死んでも申し訳ない、釣られてください、俺は頑張るから。で5番で終わったら5、8ロール、死んロールっていう視点なんですよね。だから7の芯を噛んだ強靭全然わかんないです、その場合は。で5番が死んだ場合、9が狼になってるんで視点はすっきりするでしょう。申し訳ないけど、柱を強要するんだったら自分で柱で落ちる覚悟も持つべきだと思ってるんですよ。はい。俺の全然ブレてないし、5番が偽で持ってるし、9番が偽で持ってる。1番さんのローは結構否定してるんですけど、1番がそれを主張するなら一応釣りますって言ってるんですよ。はい。まず5を釣ってからの精査だと思ってるんですよね。そんぐらいですかね。5釣ってもあんた釣られるよ。だから5番9番普通に釣ったら終わるって思ってるんですよ。それだけの精査なんですけど、なんでできないのかなって。以上です。これ5番投票権ねえやろ。1番2番村だからね、村同士で殴り合いしないでほしいなと思ってるんだけど。いや5番死んだら2釣れるやろ。9番に誰も投票してないんだろう。自分しか投票してないんだけど。2番はね、9番怪しむ視点残しているから、もう2番に任せちゃってもいいかなと思ってるぐらいかな。これ6投票権ねえから。8、9ロールね、8、9ロール、7、9。1番、2番、村だから。しっかりで、最終日、精査してほしいなと思ってますよ。6番さん頑張ってくださいね。まあ6番さん噛まれちゃうかもしれないけどね。はい、以上。全プレイヤーの発言が終了しました。その疑いにどんな根拠が。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは5番5番の遺言を発表してください。9番何で動いた。まあ9番さんの黒要素はね、もうさっき言った通りなんだけど、まあ8番、初週のね盤面で、6番8番が占いに出ていた時に、まあ9番さんは、7番さんを同意した上で間接的に6番さんの審査をしていたところね。あんまり 6が9勝を出してるから追えなかったけども、
あと9番が6番、7番はないんじゃないかっていう視点はね、まあ色が見えていたのかなというところ、今となってはね。だからもう9番さんを釣ってもらわないと負けちゃうんだけど、どうなんだろうな。1番さんがロックしてるのがすごい気になっちゃうな。9番さん釣ってください。8、9ローロね。8、9ローロ、7、9。止めますよ、6番さん。夜が更けました。いや、俺十も分2にに行気をつけく。てください。いや、俺2に行く。5番目線2釣れるから。9番は2行けないから。なんけど、9も5強にかけてる可能性もあるけど。昨夜は1名の方が亡くなりました。ああ、俺噛まれたじゃん。のプレイヤーが発言します。結論急に行きます。1番さんは思考ロックが解けないんで、普通に噛んでくれてありがたいなと思ってるんですよね。で、6番さんが考察しているように、盤面白い字で9を正気させてるのが6番さんの悪霊行能為がやっ残して俺た結果顔だとが思っいいてや。るんですよね。6番さんがそうわなざわんざだな9こにれ。白を置くおかげで、8番が黒で5番に使用した局面で9が弾かれてるんでしょう。で、9番さんの考察って3使用の局面下で8をまず釣ろうって言ってるんですよね。だから普通に自分が白1トップで踊り出今日て、いヒッかトんポイやントはめちゃめちゃろ。高くなってるっていう構図なんですけど、ここら辺は6番さんが理解できなかったら負けると思ってるし、圧倒的に9の方が有利なところの盤面上になってるのは事実なんですよね。だから1番が2を釣って5を釣るとか言ったけど、それだったら100%負けになりますよ。だから2が走らせてください。俺が考察しますって力説して9るんです番、よ。昨日2に行かんと負5け番、ん8わ。番のローローも追ってるし、8番ローの8、9のところも俺は追ってます。1番が偽のところも追ってるけど、2番の偽は追いにかかったっていう考察をずっと進めてるんですよ。この局面、9のヒットポイントを開けたのは6番だと思ってるんですよね。そこもちゃんと考味して考察してほしいなと思ってるんですよ。それぐらいです9かローね。なら1か以な。上です。66番、番合心追のっプてレるイヤーがから発言します。残してんだ。まあやっぱ初週、あの段階で98でライン切りしたんかな。やっぱ合心だと思うんだよな。いや、合心だったら2いけるからまあ、ね。2番さんが1番さんに柱を求めてるのも俺結構見えちゃったんだよいやいや、2番ができんな。いや、やろ、難俺。しいな。いや、ちょっと申し訳ない。やっぱ俺5番さんの芯を追ってるから9いきます。9番、嘘や発ろ。言し9ます。かろうで1かんわけねえやろ。ああ、6番さん、マジで僕行くの。だから9は2投票すればいいなあ、のに。マジで自分？2番さんってさ、おかしな、ずっとおかしなこと言ってるのに、自分行くんだ。2番さんって3、4を引ければ、1番さんの3、4を引けければ、勝てるって言ってるところに、2番さんってそれに乗っかってる人物だよ。騎士も出さずに。で、結局4番さんが出て、で、昨日の段階では、9行って終わらなければ5って言ってんだよ。新ロールを追って。わかるかな？ 6 番さん目線、じゃあ僕、5番さんが強靭で出てこないって言ってる論が成り立つんだったら、2番さんが言ってる9行って終わんなかったら5って言ってるのが、1への白助けてしかないし、わかるよね、言ってる意味。相当これ、6番さんマジでしっかりしないと、やばいよ。5シーンで、だから7シーンでしょ。だって、じゃあ5番さん偽要素を上げるけど、5番さんって8と7で比較したときに、5番さん目線、わからないが正当なの。8番さんが強靭で、5番さんに白を打ってるかもしれないし、なのに5番さんって8を一本釣りで、グレーの考察、特に4番さんとかにも静止しなかった人物だよ。
で、2番さんがおかしな発言を残してるから、絶対2で言ってよ、マジで。以上です。そうやろ。投票が終了しました。うーん、追放されるプレイヤーは9番。え、村人陣営のマジいや、うわ、誤爆か。よかった、危な。いや、その最後に9番さんが言ってたのって、じゃあ、あのね、2番さんと同じ思考だったからやっぱ怪しめなかったんだよ。いやー、9番だから危なかったな。